今、台湾有事って言い出したのもアメリカだと記憶してるんですけれども、もし起こった時にガザ、もしくはウクライナみたいな戦争がここでも繰り広げられる可能性っていうのは十分考えられると思いますか？どういう戦争になるか分かりにくい。ウクライナ戦争は実際国境を越えて陸軍がウクライナを侵略したわけね。沖縄は中国は沖縄に陸軍を来ることはないと思います。来るなら台湾か台湾の離島、あるいは海上戦争になる、ミサイルの戦争になる。沖縄の場合は嘉手納から他のミサイルの基地から、ミサイルを中国の大陸か中国の船とか、中国が持ってる離島とか攻撃するから、国際法には中国はそのミサイルを発した基地を攻撃する、やり返す権利が国際法に許されるわけよね。するでしょうね。だから嘉手納、スクラン、普天間、シュワブ、みんなミサイルは入る。あるいは入ろうとして、外れて、宜野湾市とか、恩納村とかに入る。そういうことになると思う。中国は沖縄の領土が欲しいという発言はないし、何千年も付き合ってる間に一度も中国は沖縄に侵略したことないから、そういう意図はないと思います。今日私たちが石破新政権発足にまず先立ってというか、こうやって声明を発表しようとしているのは、石破新政権の誕生によって沖縄に新たな負担が増えるのではないかということを懸念して、それでこうやって新政権に対してこれ以上私たちに軍事的な負担を負わせないでくださいということを表明する必要があると思ったからです。まず先に声明文を一度読み上げたいと思います。自民党新総裁に石破氏選出にあたっての声明。ノーモア沖縄戦、後ほど宝の会。自民党新総裁に石破氏が選出された。今回の自民党総裁選は、立候補者全員が防衛力強化、憲法への自衛隊明記や緊急事態条項を含めた早期の憲法改正を主張。安倍政権から岸田政権に続く戦争国づくりの軍事大国化路線のリーダー選びに他ならない。元防衛大臣で本流の石破氏が事実上の首相に選出され、これごめんなさい、首相に選出され、日本沖縄の軍備強化、戦争の危機が一層高まることを危惧せざるを得ない。石破氏は
総裁選で日本を守ると軍備強化を国政の重要課題に挙げ、ただ一人安全保障基本法の制定、また独自の NATO 版安全保障体制を打ち出し、米欧と一体化する軍事大国化構想を鮮明にした。防衛費増額で軍艦や戦闘機、戦車を買っても乗る人がいなければどうするかと、自衛隊の増強、憲法改正で自衛隊を明記し、安全保障基本法で防衛力整備、自衛官の処遇、国や自治体の責務をきちんと書くと、国と地方、自治体、国民の責務を前面に押し出した。石破氏は2011年琉球新報の取材に、沖縄に県民で構成する海兵隊があったらいい、海兵隊がないのは日本だけ、北海道など全国でも共同部隊を構成できればいい、朝鮮半島や台湾海峡で有事の恐れもある、海兵隊が必要な理由があると述べている。自民党政権下の三ツ矢研究は郷土防衛隊の設置、非常時国民戦闘組織、元防衛長官の船田自民党国防部会長は郷土防衛隊100万人を組織を提起している。また自衛隊関係者の著書は、知事直属の民間防衛組織、消防職員、大学生の活用を提起している。軍艦や戦闘機、戦車に乗る人をどうするか、沖縄に県民の海兵隊、全国に共同部隊をと提起する。石破氏が首相となり、憲法に自衛隊を明記し、国民の責務が規定することになれば、戦争をする国へ国民総動員が完成形となることを強く危惧する。石破氏は自民党幹事長時に辺野古新基地建設に反対する自民党県連県政出国会議員を連座させ、辺野古新基地建設を承認克服させた。14年の名護市長選では辺野古新基地を容認する候補者が当選すれば500億円の名護振興基金を実現すると、口頭無形な口約束で金で票を買う公選法違反を疑われる演説をした。辺野古新基地を自衛隊が管理し、米軍と共同使用の考えを示し、総裁選出馬にあたっても日米合意の現実的な解決策と辺野古新基地建設を一貫して主導してきた。石破氏は日米地位協定の改定発言が注目されているが、対等な日米関係を持論とし、米国での自衛隊の訓練を提起するなど、沖縄や国民に不利益を強いる日米安保の強化、そのための日米地位協定の改定であり、日米の軍事化一体をさらに強化する姿勢に変わりはない。石破氏は早期の解散総選挙に言及している。これは10月の27日になりました。ノーマン沖縄戦ぬちど宝の会は、台湾有事、朝鮮有事に向けた日米の軍備一体化、琉球湖、九州のミサイル部隊配備、特定利用空港港湾の指定やミサイル弾薬庫建設など、自公政権が強行する全国の戦争準備に断固反対する。総裁選のテレビ報道は誰が選ばれるのかの下馬評に終始し、憲法違反が指摘される安保法制、岸田政権下での国会の議論もなく閣議決定した安保3文書による戦争をする国づくりに対する疑義や正当性を問う議論は皆無だった。お祭り報道で総裁選を盛り上げ、自民党に有利な次期衆議院選への国民的高揚ムードを作り出したメディアの責任は重い。二度と国民を戦争の傘下に陥らせない、戦争のためにペンを握らないことを誓った新聞メディアの責任の自覚を求める。ノーマン沖縄戦ぬちど宝の会共同代表、石原雅也、具志堅隆松、ダグラス・ラミス、宮城春、山城春次。新政権の下で沖縄にさらなる軍備負担が増強されるのはもう目に見えてるんじゃないかっていうふうな、その中でもとりわけ、まあ、心配しないといけないのは、とりわけというよりもいくつもあるんですけども、まずNATO のアジア版を作って、その枠内で
核が持ち込まれることも認めるようなそういう趣旨があります。その時に場所がどこになるかっていうと、これはもう沖縄になることは論を待たないんじゃないかと、そのように心配しております。それを新総理がそのように発言したからといって、我々うちなんちはそれに異議申し立てをなすることなく流されるままにそれに従うのかっていうと、そういうわけにはいきません。私たちはここではっきりとそのようなことに従うつもりはありません。沖縄には核を持ってこないでください。むしろ沖縄を戦争の発火点としないためにも、沖縄から自衛隊はミサイルを持って出て行かせてください。それから米軍について言いましたら、私たちは戦後80年間米軍の存在で、米軍事基地から派生する事件事故に巻き込まれ、それに耐えてきました。そのようないわれのない負債を、軍事的な負債をこれ以上次の世代、子供や孫たちに背負わせる気はもうありません。米軍も出て行ってもらいたいと思っています。複雑な状況になっていますけれども、私は、石破さんが言ってるように、日本を戦争できる国に切り替えるということはどういう意味かということをちょっと具体的に喋りたいと思います。戦争について語ると、なるべく抽象的な言葉を使ってイメージが湧いてこないような癖がありますけれども、戦争できる国ってどういう、何が変わるかということを話したいと思います。まず、最初の反論として、もうなってるじゃないかと、自衛隊はできてるし米軍はいるし、もう なってるじゃないですかという疑問があるんですけれども、なっていないということを、その意識から見ないとダメだと思います。というのは、日本国憲法できてから日本の国民の中で誰か公選権の下で外国人を殺したことはありません。自衛隊は交通事故で、人殺したことがあると聞いてますけれども、公選権で殺したことはないわけなんです。それはすごい世界記録みたいなものなんですよね。それを変える。で、戦争できないということの中に2種類あると思います。一つは、憲法9条の最後の言葉として、国の公選権、これを認めない。国の公選権どういうことかというと、具体的に言うと、人を殺しても殺人犯にならない特別な国家の権利なんです。自衛隊はできてるし武器も持ってるけれども、自分の個人的な正当防衛以外に戦争法の下で人を殺したら殺人犯人になります。で、それを避けてるようです。私たち知らないところで何かあったかもしれないけれども、知ってる限り殺したことない。憲法を変えるってそういう
法律の、変えて、戦争法に従ってすればどんどん人殺してもいいということに切り替えるわけ。もう一つは人は普通の人はね、高校卒業したばかりの若者は、なかなか勇ましいことを言っても人殺せない。普通の人をただ、軍服着せて鉄砲を持って戦場に送ったら、あの辺にいる人を殺せと言ったらね、殺せない。それはアメリカ米軍にもそれを悩んでる、いつも悩むこと。送っても鉄砲を送っても空に向けて、あるいは地面に向けて狙って撃つことがあるんです。なかなか人の体見ながらそれを狙って撃つことはできない人がほとんどです。ですから、その心をまず送る前に変えなきゃいけない。人間を殺せるのが軍人なんですよね。で、石破は僕にとって面白い発言は、興味深い発言は、沖縄 に県民に構成する海兵隊があったらいいって。まずなんで沖縄だけということもありますけれども、なんで海兵隊と選んでるわけか。僕は3年間海兵隊やったことありますから、多分石破より知ってるんじゃないかと思います。海兵隊が有名なのはその基礎訓練がとっても上手です。人を殺せる、陸軍兵士を作るのは、すごい長い伝統があって、その心の中の壁、基礎訓練、ベーシックトレーニングというんだけれどもね、ドリルインストラクター DI というんですけれどもね、映画で多分ご覧になったことと思いますけれども、いじめて、その自分が良心に基づいて行動するんじゃなくて命令に従う。その命令は意味わかるかわからないか ともかくとして従う。そういう人間を作る。海兵隊の基礎訓練はそれ成功率が多いんです。だけれども実際その意地悪いじめ訓練だけじゃなくて、もう一つ必要なんです。実際人を殺す経験が必要。一番最初陸上戦で兵士は人を殺した時泣き出すとか銃を捨てて吐くとか叫んでごめんなさいごめんなさいと謝罪するとか、その時は、軍曹は来てまあまあ大丈夫よ、みんなそうだよ、最初だんだん慣れるから。2回目はもっと楽に平気でできる。そういう人間をたくさん作らないと戦争できる国にならない。
して多分なんで沖縄は特に指名して沖縄で海兵隊作ればいいということは、沖縄の人たちは具志堅さんがさっきおっしゃったように日本の中で一番言うことを聞かない文化です。だからまず沖縄の人たちは命令に従う、政府の言うことを聞く文化に切り替えしたいということで沖縄で海兵隊作りましょうと、言ってると思います。非常に興味深いと思います。沖縄の方々がその下心が分かったらもうちょっと、どう考えるでしょうかね。私の方からは3点話したいんですけれども、この石破氏の言っている中のですね、まず最初が彼が前から言っている日本を守るという言葉なんですね。で、日本を守るというのは非常にですね、日本の全国の皆さんにはアピールすると思うんですよ。なんですけれども、尾長元知事がおっしゃったように、この日本の中に沖縄は入っていますかということなんですよ。結論として入っていないということがはっきり言えますね。なぜかと言いますと、彼は沖縄に例えば県民で構成する海兵隊と先ほど話したように言ってますし、北海道で八重山でもそういうことをおっしゃいましたけれども、この北海道や八重山などで郷土部隊を構成できればとか言ってますよね、もうすでに。つまりかつての沖縄戦で沖縄の住民の14、5歳から70歳までこの学徒隊とかですね、正式の兵隊とは別に構成された護衛隊のことなんですよ。つまりまさに沖縄はかつての79年前の沖縄と同じように本土防衛の捨て石になろうとしているということなんですね。だから入ってないんですよ。つまり攻撃するところに反撃が来るわけですから、沖縄県民の犠牲を覚悟の上での日本を守るという発言なんですね。で、それを全国の人たちが意識せずとも許しているという状況なんです。それを誰が言うか、もう沖縄側からしか言えないんです。それは誰も意識してないわけですから、意識して言う人がいないわけですから今の状況で。で、2番目にですね、彼が言っているこの海兵隊の話なんですけど、先ほどダグラスさんもおっしゃいましたけども、私の中には陸上部隊、つまり海から攻めていくイメージがあるんですよ。で、これは何を言っているかというと、これ本当に日本防衛のための戦争なんですかという疑問をなぜもっと皆さんが持たないかということなんですね。つまり戦争が来るかもしれないと言いながら、どういう戦争なのかっていう本質的な議論が国会の中でもされてませんし、国民の間でもされてないと思うんですよ。抽象的に戦争が来る、どうにかしないといけないと。もっと本質論を言うべきで、つまりこれは台湾とか朝鮮とかを口実とした日本の米国の代理戦争であるということをもっと声高に言わなければ、抽象的に国を守るとかいう言葉でこれは防衛戦争だと思い込むんですよ。だから もっとね、そういう議論がなされないと、これは米国の覇権を守るための戦争であると。なぜかと言いますと、日本は79年前、1952年からずっと米国隷属国家であるということを見た場合に、これはもうはっきりしているわけですから、それを国会で言ったのは山本太郎氏ぐらいじゃないでしょうか。もっとですね、国会の議員でもっと言うべきだと思いますけど、この顔ぶれを見た場合はそれはもうほとんど期待できないということがあります。で、もう一つですね、大事なことは、石破氏が言ったことで大事なことは、アジアで NATO 軍のようなものを日本が率先して作らなければいけないみたいなことを言ってますよね。 NATO 版安全保障体制、これはですね、もうアジアで旧日本軍の残虐行為の記憶がまだ新しいんですよ。
その中で日本はアジアの中で平和外交全然してないんですよ、この方。その平和外交も展開しない中で何をしてるかって言ったら、軍事国家づくりの外交しかしてないんですよ。フィリピンでも自衛隊を駐留させると、そして武器も売りつけると、そういうことも可能にしましたし、今やっていることは本当に何ですか、安倍政権からの軍国、要するに戦争できる国づくりが終わって戦争するぞという体制づくりになっていて、すごくそれが早まっているのは、もう10月の23日から10日間キーソードですよね、大演習が沖縄の私たちの生活圏内でやるわけですよ。恐ろしいですよ。生活している中で沖縄を戦場にするという演習が行われるわけですよ。つまりもう沖縄は戦場となるということを仮定の上で日本を守ると言ってる人がキーソード計画も許すわけですよ。でそれに対して沖縄が何も言わなければ誰が守ってくれるんですか、沖縄をということです。本当にだからこの状況をどうやって変えていくか、もう私たちが声を上げていって、そういうような状況を本土の人たちにも知らせていって、大事なことはこの戦争は防衛戦争ではないですよと。じゃあ沖縄は何を守るために犠牲になるんですかと。そしてこの守るという米国はどういう国なんですかと。戦争をずっとしてきた国じゃないですか。ほんの16年間ぐらいですよね、戦争がなかったのは。しかも、まあ今すごく言われてますけれども、イスラエルの支援にもありますように、もうインディアンの撲滅からして民族をね、絶滅に向けたようなことを歴史の中でもやってきて、で自由と民主主義と言いながら各国で自由と民主主義を押しつぶしてきた国じゃないですか。そういう国の覇権を、平和をずっと求めてきた沖縄が守るために犠牲になることは断固として拒否したい。それが私たちノーマ沖縄戦の、声明の中にも、はい、ある一番の言いたいことです。故安倍氏がポツダム宣言を読んだことがあるかと党首討論で言われたときに、つまびらかに読んでないと不承知だということを言ったわけですね。でそれしか言えなかったと思うんですよ。で石破さんというのはやっぱりその流れを同じこの自民党内で組んでいるわけで、そのポツダム宣言のこの名手はアメリカだったにもかかわらず、アメリカが結局その朝鮮戦争でこれひっくり返して、自衛隊も旧その職業軍人のこのパージを解除して自衛隊も作ったし、でさっき恵子さんがおっしゃってましたけれども、このアジア版 NATO 軍っていうのは本当にそのアジアで戦争を繰り広げてきた、虐殺を繰り広げてきた日本が言うべきことなのかと、私も本当にそう思うんですね。だからポツダム宣言で言ってることっていうのは、この日本国民を疑問して、それでこの戦争に走らせたと、その戦争戦力をすっかりこの法律に除去しなければいけないと。それでその、軍需産業も再生させてはならないということを言ってるわけですね。でもしそれができなければ日本は壊滅するしかないというふうなことでまとめてるわけですよ。でそれを見たときに、じゃあ一体この石破さんは日本の主権云々っていうことを言うんですけども、主権以前に今の状態っていうのは日本はそもそも存在できるような状態なのかと思うんですね。でそういったことを全く不問にして、今当たり前のようにこの軍備だと国防だということを言ってるわけですけれども、しかもその上にこのアジアでアジア版 NATO 軍を作ると、ものすごくなんていうかな、その日本という国のこの存立の基盤っていうか、そこを全く振り返らない。もちろんポツダム宣言もそうですけども、憲法ももちろんその、まあ、ポツダム宣言がこの、まあ、無視されたということで、憲法も当然その無視されてきてるわけですけれども、そこら辺まで立ち戻って、今までこの、自民党政権が作ってきたいろんなこの、法律ですね、これをひっくり返していくような作業を私たちはしなくちゃいけないんじゃないかと思うんですね。だからそのアジア版 NATO 軍を作るというのは非常にその高突無形な、全くこの歴史を振り返らないとんでもない発想だと私は思います。
でもう一つ付け加えたいのはですね、今思ったんですけども、石破と高市の対決で結局石破になったんですけれども、この安倍政権を、ね、代表するような高市氏に対峙して、安倍政権側の政治家とは一線を画すような姿勢を取ってるわけなんですけれども、でもこの今の NATO のアジア版の安全保障みたいなですね、この言い方を聞きますと、これまさにね、安倍政権と変わらないんですね、安倍政治と変わらない。つまりアジア版 NATO っていうのは日本のアジア版のアメリカになると、日本がなるという宣言に他ならないと私は捉えるんですね。軍需産業で国を栄えさせてきたがゆえに、アメリカはもう麻薬中毒のように戦争中毒の国になったわけなんですけども、そういうようなものに日本も乗っかかろうとしていると、そういうふうにしか思えない。だから絶対にそれは、これは防衛戦争ではない。つまり海兵隊が先に先制攻撃をかけるようなイメージの部隊であるように、これは先制攻撃をしかねない。私はもうすると思ってますね。なぜかというと、もう憲法違反の防衛専守でなくなってますから。ですからアメリカの歴史を見てきても、誤射だったとかですね、間違っていたというような言い訳で戦争を作り出してきた国だわけですよ。そうしますと、こういうような国を後ろ盾にしているような日本が、これ誤射でありましたとか間違えましたという形で先制攻撃をしかねないと、敵基地攻撃能力保有というのは、それを私は明示していると思っているので、もう本当にね、国民の皆さんには防衛戦争ではない、これは攻撃をアメリカと一緒になって日本が仕掛ける侵略攻撃、侵略戦争になりかねない、歴史的に。その2つを認識した上で、なお沖縄の100万人県民を兵隊にして、沖縄の人がまた捨て石になって国を守れと言えるような戦争であるのかということを説いてほしいですね。今の発言と重なるんですけども、この沖縄の県民で構成する海兵隊があったらいいっていうふうな、この県民を海兵隊化するっていうふうなのは、先ほどダグラス・ラミスさんからもあったように、従う県民、要するに従属する県民、国に従属する海兵隊、それにしようというふうな、これは戦前で言えば沖縄に対して行われた公民化教育、この公民化教育でもって沖縄県民戦争になることを受け入れ、進んでこう前線にこう突き進んでいった。でこれを考えると、この沖縄の県民で構成する海兵隊っていうのは、県民に対する新たな公民化教育、になるのかなっていうふうなことで、そしてこれらを考えるときに、私たちは今日の声明っていうのは、こう石破新政権に対してのっていうことを言ったんですけども、それは県民に対しても、その石破政権からの我々へのこう要求、これは拒否しなければ、また新たな公民化教育を施されることになりますよっていうふうに。で実際にこれがこう反対をしなければ、その沖縄にも核は公然と持ち込まれるだろうし、その NATO のアジア版っていうふうな時に、どこアジアっていう言い方からしたら、アジアの入り口っていうのは、日本からすればまさに沖縄です。沖縄がそれの前線基地にされるんじゃないかっていうふうな、そういうことを考えたらば、これは新たな基地負担になるのはもう目に見えてると、私たちはもうこれ以上受け入れるわけにはいかないっていうことで、でまさにこの自衛隊基地の撤去、これは沖縄を戦場にさせないために今必要なのは、自衛隊にミサイルを持って沖縄から出て行ってもらうことであり、それから米軍については我々もう80年間我慢してきました。もうここではっきりとノーということを日米両政府に
もう突きつけないといけないと思ってます。もうこれ以上米軍基地も私たちは負担するつもりはありません、どうか引き取ってくださいっていうふうに、そうでないとこれ以上あの子どもたちにそういう負担を負わせるのはあの私は人の道に外れてると思ってます。これも重なる話ですけれども、今はどういう状況にいるかと理解するためにその歴史をちょっと振り返ってみると便利なんですけれども、アメリカ合衆国は南北戦争以来たくさんの戦争をやったことありますけれども、一つも北米大陸の中ではやっていません。すべてあれからのアメリカが関わった戦争、スペインとの戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、中東の戦争、みんな相手の国でやってる、うんうん、国の外でやってる。そして、今はそれは意図的な計画になってる、戦略になってるけれども、あのアジア中国との戦争、北朝鮮との戦争はあの3つのアメリカの言うことを聞く国特にあのやるわけです。あの韓国、日本、フィリピン、もしかしてオーストラリア、全部太平洋のこっち側で済ませたい。そしてさらに、僕最近あのハリス副大統領あの選挙運動の演説の中でちらっと言ったんだけれども、今現在自慢してるよね、今現在一人の米兵がどの世界の戦場にも活躍してる、そういう人は一人もいません。すべてアメリカのあちこちの権利を権力を守ろうとしている軍人は別の国の人、一人もいない。もちろん沖縄は、台湾有事かなんかで始まったらそれは変わりますけれども、それは本当になんか気持ち悪いぐらいあの人を世界中のいろんな国の人たちを利用してアメリカの権力をそれぞれの国の中に守ってもらってる、そういう状況です。そして日本政府はそれと同じように、台湾有事がもしあれば、中国との戦争がもしあればうまくいけばそれはほとんど全部沖縄琉球に、済ませる計画を考えてるわけ、東京大阪名古屋に来ないように全部ここに、限定する計画です。非常に極端な差別ですね。あの昨日はあの首里であの不発弾処理、私の家の近くなんですけど不発弾処理があったんですけども、結局あの全国30万トン爆弾が落とされた中の20万トンが沖縄に落とされて、その中で1万トンがまだ不発弾だというふうに、ね、話をニュースで流れてましたけども、あのなんか
この不発弾処理を自衛隊がやってくださっていることに関してやっぱり感謝の気持ちはありますけれども、ここで踏まえておかなければいけないことは、この不発弾からこの20万トンの爆弾から全てこれかつての戦争を起こした日本の旧日本軍がやったことですよね。やったことのだからやったことの責任は取るべきなんですね。そういう意味でやったこと、旧日本軍がやったことの責任処理をしているというふうに捉えないとですね、これがですね結局自衛隊のいいイメージになって、今沖縄を二分している、まあ、日本を二分していると言えるんですけど、抑止論とね、要するに軍隊が住民を守るんだという抑止論と、軍隊は住民を守らないという沖縄戦の教訓のですね、この2つの分断がやっぱりあると思うんですけれども、沖縄県のように戦場になる住民でさえも抑止論を信じる人が多いということが、本当にこれどういうことなのかっていうことで、これとても大きなことだと思うんですね。この抑止論で軍備を増強させていくのを許しているという状況が今現実にあるわけですよ。なんですけども、世界で繰り広げられているのは軍備増強する国ほど戦争をしているという現実しか見えてないじゃないですか。イスラエルしかり、アメリカしかり、そして軍備増強したがためにロシア の侵略を招いた、なんですか、ウクライナしかり。で、日本も今その状況なんですよね。日本が軍備増強しているがゆえにアジアの平和を脅かしているわけですから。なのになぜそれがですね、軍備増強が国を守るという抑止論につながるのか、もう少し皆さん何て言うんですか、私たち現実を見てですね、やっていかなければ、この抑止論に結局多くの人が、沖縄県民でさえもそれを信じることによってこの状態を見逃してしまって、結局また同じことを、沖縄戦と同じことをね繰り返してしまうんじゃないかなと、これもとても懸念してます。今本当にこの戦争体験された方がどんどん少なくなって、私たちほとんどはもう知らないわけです。だからイメージが湧かないと思うんですよ。だけれどまだ戦争が始まってもいない段階なのに、例えばその中央からなかなかその目の届かないこの沖縄の小さい島々ですね、与那国とか宮古とか石垣、そこにこの自衛隊基地ができてミサイルが運ばれてこの演習があそこで行われているって、一体そこの人たちの生活がどうなっているのかっていう、その現実が全然見えてないと思うんですね。本当にその与那国なんかはもう住民が分断されて、それでこの自衛隊いやその家族が入ってくるもんだから、でその大社を作ったりすることでもう本当にもう住民の生活がそれで破壊されているというふうな状態なわけですよ。でもそれって見えなくて、なかなか見えなくて、でもそれがまだ戦争も起きてない前の段階ですでにそういうことがあるわけですね。だからこれで本当にもう例えばこの連日が今日の紙面ではこの反撃能力の県内配備に反対とおっしゃってましたけども、反撃能力っていうのは結局長距離ミサイルを置くっていうことなわけですね。それをもし一歩間違って本当にこのボタンを押してしまった時はこっちからのその先制攻撃になるわけであって、その時のことを私たちは全くイメージできていないと思うんですよ。だからまだ戦争が始まってなくてもその軍隊自衛隊の存在で地域の住民の生活が本当にもうむごいほど破壊されている。でこれで戦争がもし一歩間違ってでも始まってしまったらどういったことになるのか、そういったことの想像力に全く私たち欠けてると思うんですよね。そこをもっと何て言うかな、想像力を豊かにして、実際その抑止力とか簡単に言っちゃうけれど、じゃあ実際に始まったらどうなるのかっていうイメージをしっかり持たないと、なんか本当にその机上の空論みたいになってしまって。デニーさん、長射程ミサイルの配備には反対するってことをおっしゃって、それは十分評価に値すると思うんですけども、でもですね、もう一つ進めてもらわないといけないのは、中射程、いわゆる中射程っていうのは中国大陸には届かなくても台湾に向かう中国艦船を攻撃できるような中射程ミサイル、それを配備発射することが戦争の引き金なんですよ。
でこれは非常に怖いことで、日本から中国に日中戦争を仕掛けるっていうことに他ならないんです。ですからデニーさんは今まで安保容認派っていうことを国会議員の時代からだったと思いますけど、ここに来てはもう県民の知事です。知事の職務っていうのは県民の生命財産を守ることが第一だと思います。そのためにも沖縄から自衛隊にミサイル攻撃をさせないという意味では、もう長射程に限らずミサイルを持って出て行ってくださいということをデニーさんは言うべきだと思います。なぜなら日本という国がもう専守防衛を空振り捨ててしまった。そうなるとそれの発火点は沖縄だと思います。沖縄からそういう戦争の引き金を引かさせないためにも、自衛隊はミサイルを持って沖縄から出て行ってくださいということをもうはっきりとデニー知事は言わないといけないような、そういう事態になっていると思ってます。でそれと同時に県民に対しては、石破総理は考え方として、私たち沖縄に県民の海兵隊、それを作ったらどうかということまで言ってると。私たちはそれに絶対従ってはいけません。それを受け入れるということは過去に犯した過ち、公民化教育を私たちが受け入れたのと同じ結果になってしまいます。ですから今私たち県民は、今回この石破さんが石破新政権が誕生することによって、どのような被害を被る可能性があるだろうかということを考えたときに、やはりただ石破政権に従うような、異議申し立てをしないような、従うような、そういう立場を取ってはいけないと私は思っています。はっきりとノーということを言わなければいけない事態になっていると思っています。で私たち今ノーモア沖縄戦の方は西日本ネットワークっていうのを構築していて、西日本でも弾薬庫とかミサイル基地がね増強されているという状況があって、はい、呉とかそれから大分の方とかですね、京都とか連携を取りながら反戦のね運動を拡大していこうという動きをやっていますけれども、はい、私も愛知を訪ねた時にとても感銘を受けたのは、三菱重工の本拠地ですよね。それで中距離ミサイルから今度は長距離ミサイルに変えて製造が始まっていているんですけど、その中でこの平和運動をしている方々が一緒にデモをしましたけれども、この長距離ミサイルを作るなとか沖縄を戦場にするなということで叫びながらデモをしたんですね。この三菱重工の中で働いている人たちが多いこの中でもこういうふうに声を上げる人たちがいるということで、こういう人たちと沖縄の声をですね届けていって連携していって、日本全国にこの戦争、今目の前にある戦争っていうのは本当にこれでいいのかっていうことをもっと多くの人に考える運動をしていきたいなと思ってます。やっぱり他県のですね全国的なこの石破氏に対する反応を見てみても、いろんなことを言って反対してる人いるんですけど、この中に戦争とかですねこの本質とかを問いながら話してる人本当に少ないんですよ。なので沖縄からこの戦争これでいいのかと、こんな危機状態に日本ありますけどこれ許していいんですかという声をですね、この日本全国にいるマイノリティだけれども頑張ってる人たちと連携しながら、ノーマもこれから頑張っていきたいなと思ってます。昔はまあ、復帰前そのアメリカ政権時代っていう時っていうのはアメリカっていうのに反対するというのが確固たるこう姿を見せていたんですけれども、今相当複雑化していてですね、うん、その海兵隊に反対すれば戦争が止まるのか、もしかしたら自衛隊に反対しないといけないのか、ちょっと複雑化してて、この掴む相手っていうのが今ぼやけてるっていうか、これね本当に認識しないといけないのは、自衛隊って日本の軍隊じゃないですよね。1952年の指揮権で分かるように自衛隊というのは米軍の指揮下にある
軍隊なので、あれはもう米軍とみなした方がいいんですよ。だからこそ米国の代理戦争っていうふうに言ってるわけですよ。ですから自衛隊を日本の軍隊と思うのがまずまず間違いだと思います。その今の質問の先にあるのは、その今沖縄の県民の若い世代というのが、この今おっしゃったような、うん、この会見で言っている内容っていうのをどれだけ把握しているのかっていうのがすごい大きな課題になってくるんです。わかります、うん、内容的にはすごい危険なことが今起こってるっていうのは分かったんですけれども、この何ですかね、この世論的に、日本の世論もそうですけど、沖縄の世論的に、その先ほどダニエルさんがおっしゃったアメリカの下心が分かれば、もっと反応があるんじゃないかみたいなことを言ってましたけれども、その下心っていうのを一般の方が認識してるのかっていうのがあるのかな。はい、どうぞ。これですね、要はアメリカのために日本が中国と戦争をさせられようとしているっていうふうな、そういうふうな解釈、これはバイデンさんも何度も言ってます。まず中国は唯一のライバルであるっていうふうな、これは唯一のライバルであるっていうのは、軍事的にも経済的にももうすぐアメリカを追い越してしまうだろうっていうふうな、軍事力も経済力もで、それで唯一のライバルであるっていうふうな。でそれと今度また別の話で、その2027年26年までに、その中国は台湾に侵攻する恐れが高いっていうふうなことで、そのこれはアジア太平洋軍司令官デビッドソンでしたっけが言って、でそれから日本政府がそれを受け取って、台湾有事という言い方で喧伝されたんですけども、それに対してバイデンさんは台湾を守るということは何度も言ってます。でもこれはアメリカが守るのかっていうふうな時に、アメリカじゃなくてどうも日本自衛隊が守るっていうふうなのが見えてきたと。っていうのは自衛隊の基地がどんどん作られていって、ミサイルをそこへ置いて、その台湾に向かう中国軍を攻撃できる体制をもう作り上げていると。でそのための訓練も日米合同で何度も重ねていると。そうなった時に、これは結局戦争の矢面に立つのは自衛隊なのか、でじゃあ何のためにっていうふうに、日本や沖縄が攻撃されるわけではないのに、自衛隊から中国を攻撃する、台湾に向かう中国軍を攻撃する、これバイデンさんが言ってることを自衛隊がさせられるわけっていうふうに、要するに台湾を守るっていうのも、先ほどの質問の、中でね、要するに今の若い人たちがどうしても世論形成の中で抑止論を支持したりとかのがあるというのは、やっぱり安倍政権からのものが大きいと思うのは、安倍政権が作ったネトウヨじゃないですか。でネトウヨが世論に対して影響を及ぼしてきたっていうのはすごく大きなものがあったと思うんですね。で若者だけでなくて、今やネットサーフィンする高齢者がネトウヨ化してるってぐらい言われるわけですから、このネット上の情報のですね、この支配コントロールっていうものが世論をなんて形成していくっていうのは現実だと思うんですね。で今や防衛省が、インフルエンサーを使って国家予算を使って世論を作っていくと平気でアナウンスするじゃないですか。はっきり言って国が国民をうまくコントロールするために予算を使って世論まで作りますよと、これ自由がないじゃないですか。そこには民主主義もないじゃないですか。それを平気で何も反対しないで許しているような雰囲気があってですね、でこれが選挙でも先ほどの石丸さんのね勝利にも見れるように、選挙にもそのネット情報だけで判断していくようなのが作られたら、もう本当にですね国の思うがままのことが全てスムーズに世論を使いながらできていく。だからコロナ禍では本当に怖いなと、今怖い状況だと思います。どうしてもネット上のコントロールにはお金が必要なんですよ。なのでお金があるかないかっていうのはものすごいファクターにもなると思いますから。先ほどの質問の中で沖縄の若者は、
例えば米軍に反対したらいいのか自衛隊に反対したらいいのかっていうふうな時に、これは2通りあると思ってるんですね。私もだから2通りに分けてやってるんですよ。一つは今台湾有事で戦争になろうとしてるのを止めようというんだったらば、自衛隊にミサイルを持って沖縄から出てってもらうことだ、それがその戦争の火種を引かさせないことなんだということ。それから米軍についてはこれはまた別どっちからの視点から見ても結局そうなるんですけども、例えばアメリカ兵による婦女暴行事件、それを日本は裁くことはできない。それで それをこう今県内の世論でも何て言うんですかね、通報体制、警察から県にしっかり通報してくれ、外務省から沖縄県に通報が漏れないよ、通報ができるようにしてくれとか、あるいはこの犯罪を犯したアメリカ兵に対する処罰をもっと 厳格にするために日米地位協定を改善してくれっていうふうな、そういう話にとどまってるんですけども、これは犯罪が起きるっていう前提なんですよ。犯罪を防ぐじゃないんですよ。犯罪をなくすためには根本的な解決法というのは基地の撤去ですよ。米軍基地の撤去、我々この80年間ずっと我慢してきました。これをもう我慢する必要があるのか、あるいはそれを次世代にその負債を引き渡していいのかということを考えるときに、次世代にそういう負債を引き渡すこと自体が非人間的だと私は思っています。ですからここで私たちは人間としてもう基地は出ていって、米軍基地は出ていってくれっていうことを言わなければいけない。だからこれはある意味ちょっと2つに分けた言い方なんですけども、だからある意味だから今の戦争の本質の根本問題っていうのは日本が米国隷属国家であり続けているということだと思うんですよ。もう自衛隊と米国と米軍と分けることできないんですね、結局私たちはかつては米国を直接相手にしてましたけれども、その中に中間に日本が入っただけで米国を相手にしていることには変わりないと思うんですね。なのでもし日本が本当に独立国家として米国隷属から逃れた時にこそ沖縄は日本と対峙できるんであって、今の状態でははっきり言って間接的にアメリカと対峙していることにしかならないと思ってます。以前ですね沖縄防衛局に対してもう米軍事件事故が起きた時に間に入ろうとするのはやめてくれって言ったことを言ったんですよ。私たち直接アメリカと交渉できます、その能力もあります、権利もあります。沖縄防衛局がやってるのは間に入ってそれをこうワンクッションもツークッションも和らげたものを米アメリカ側に伝え、あざかもやるべきことをやったかのようなそんなことをやってるに過ぎないんですよ。だからもう防衛局も含めて出ていってほしいと思っています。今回の声明は今日付けで、声明を発表して、そうです、ね、今後石破さんの方にも、この声明を送付するということで、送付するということで、はい、よろしいですか。そうです、はい、アメリカはその代理戦争をやってるみたいな話があって、海兵隊もいろいろ育てているとあるんですけれども、沖縄で戦争になった時におそらくたくさんの方が亡くなる可能性というのは出てくると思うんですけれども、亡くなりますね。アメリカというのはそうやってその他国の人たちが亡くなって、こうおそらく軍事的な利益が生まれているとは思うんですけれども、それに対して罪悪感というのは感じているっていうのはあるのかないのかっていうのはちょっと聞きたいなと、感じてる人がいる。全運動アメリカの中にもあるけれども、最近、ウクライナ戦争でたくさんのリベラルの人でもウクライナ応援してるわけね、だからロシアのミサイル攻撃があると喜ぶ人が気持ち悪いほど多いんで、そして
ガザの虐殺、本当にジェノサイド、戦争じゃないんですよね、ガザ。戦争法捨てて、戦争法なしの虐殺やってますけれども、アメリカの主流のマスメディアと政党両方、イスラエルを応援してる。そしてちょっとだけ批判すれば、それは反ユダヤ人差別と言って、かなりあちこちの戦争、特に米軍が入ってなくて死んでない戦争、喜んで応援しているような人が多くて悲しいです。いろんなところ戦争してるもんだから、このもし罪悪感っていうか、その行いに対して罪を感じているんであれば、おそらく戦争は他国でやらないのかなと思ったりもしたんですけれども、必ずしもそうじゃない現状がアメリカにはあるかもしれないってことですかね。かなり対決してるよね、うん。ごく最近、2、3日前かな、自分にガソリンをつけて火をつけて自殺した、それパレスチナ人と、連帯するつもりで3人目、でした。1人目はだいぶ新聞に話題になったけれども、2人目は女性で、3人目、2、3日前。そういう抗議の仕方やめてほしいんだけれどもね、それ極端に罪悪感の表現ですよね。たくさんの人が逮捕されてる。そのパレスティナ、特にパレスティナ、連帯運動は過半数ではないけれども、とても強く動いています。それで ハリス副大統領は選挙を負ければ、それはそのせいかもしれない。普通リベラル派を応援する人たちは、その虐殺をいくら平和平和と言っても武器を送ってるから、お金と武器と送ってるから、その武器で人を殺してるから、その候補者応援できないっていう人が多いんです。つまりアメリカはもうかなり激しく分裂してる。